コーヒーよ。ずっと休んでないでしょ。ありがとうございます。信じられません。あまりにも突然すぎます。3日前、天球市にいた時は、まだあんなに元気で、何もなかったのに。ハイペリオンに連絡しておいたわ。すぐこっちに合流するはずよ。ベルトもこの件を気にしてる。安心して。彼ほど律者に詳しい人は他にいないから。私もキアナを安全な場所に移動させたいけど、偵察部隊の報告によると、極東付近には天命部隊の影がずっとあるわ。今の私たちが遭遇でもしたら、一巻の終わり。少しでも安全を確保するため、支援が到着するのを待つしかないわ。博士、一つお願いがあります。正式な診断結果が出るまで、どうかキアナちゃんには内緒にしておいてほしいんです。彼女は危険な状態で、私たちの助けが必要です。でもキアナちゃんがそれを知ればきっと、また何も言わずに消えてしまいます。キアナちゃんは何もかもずっと一人で背負い込んできました。これまでどんな気持ちで各地を転々としてきたのか。わかってる。約束するわ。今一番大事なのは彼女の心を落ち着かせることだもの。ありがとうございます。もうすぐ目を覚ます頃ですよね。医務室に行ってきます。待って。これは？顔を洗ってから彼女のとこに行きなさい。ちゃんとした再会は4ヶ月ぶりでしょ。シャキッとしなさい。メイ先輩。え？メイ先輩、久しぶり。いや、数日前に会ったばっかだったね。キアナちゃん、起きてたの？ううん。今起きたとこ、目が覚めたら知らないとこにいるから、びっくりしちゃった。やっぱり、見つかっちゃったんだね。な、何？メイ先輩、物を投げないでよ。って、あれ？これ、私のジャケット？お、バカ！なんでそんな平然としてるの？みんなどれほどキアナちゃんに会いたかったか、どれほどキアナちゃんを心配していたかわかる？どうしてたった一人で長空誌に隠れることを選んだの？新しい髪型、似合ってる。大好きだよ。メイ、ごめん。ただいま。キアナちゃん、お帰りなさい。キアナちゃん、体調はどう？何か違和感はない？ないよ。むしろたくさん寝れて元気いっぱいかな。無事に帰ってきてくれてよかった。少し怪我をしてたけど、テスラ博士が手当てしてくれたから安心して。あと、そういえば知らなかったわよね。極東支部はもう天命から離脱したの。今はネゲントロピーと協力関係を結んでいるわ。テスラ、この4ヶ月、本当に色々あった。そんなことがあったんだ。
と、みんな変わってるだろうね。ブローニャは少し背が伸びてるかな。まあ、伸びてないだろうけど。ブローニャちゃんはいつも通りよ。今、ハイペリオンがこっちに向かっているから。なんだか少しドキドキする。まだ心の準備ができてないかも。メイ先輩、ただじっと待ってるのも退屈だから、みんなが来るまで外を散歩してもいいかな。気分転換したいの。外を？今？私がじっとしていられないタイプだって、メイ先輩も知ってるでしょ？それに、動いた方が早く治るって。せっかく長空市に戻ってきたんだし、ここを出る前に、いろいろと見ておきたいんだ。わかったわ。でも、私も一緒に行くからね。やった！メイ先輩と一緒にお出かけなんて、いつぶりだろう。メイ先輩がそばにいてくれれば、病気だろうと怪我だろうと、あっという間に治るよ。もう、遠足に行くんじゃないんだからね。いいね。キアナちゃん、ほら、ジャケット着て。わあ、綺麗に洗濯されてる。もうなくさないでね。よく似合っているわ。そんな褒めてくれるなら、これからずっと着ておこうかな。行きましょう。せっかくテスラ博士が許可してくれたんだから、時間を無駄にしないようにしなくちゃ。キアナちゃん、まだ起きたばかりだし、あまり無理し、わかってるよ。でも本当に大丈夫だから。セッカジパン、クワッ、ヤッシーパン、セッセッカッテン、セッセイセッセッセッカッテン、ヌッグッ、かしこも同じ景色。町も建物もみんな水の下だよ。メイ先輩、覚えてる？あの時もこうして町を歩いたよね。ええ、覚えているわ。キアナちゃんたら、
走りながらお腹の虫を鳴らしてた。あ、そんなことは覚えてなくていいの。もうメイセン冗談よ、ちゃんと覚えているわ。あの時キアナちゃんと一緒にゾンビから逃げたこと、ブローニャちゃんも一緒だった。思い返すとまるで昨日のことみたい。時間が過ぎるのって早いよね。気づいたらもう3年だもん。この3年間私たちもいろいろ変わったわ。そう？そんなに変わってないと思うけど。メイ先輩はメイ先輩で、私は私。メイ先輩、もう少し付き合ってよ。まだ歩くの？結構ヘリオス号から離れているけど。うん、どうしても行きたい場所があるんだ。千葉学園に行ってみたい。